こんにちは、グリーンロケットの郡司です。さあ、今回は、前回の動画でシンボルツリーにおすすめの落葉樹ランキングで2位でご紹介した落葉の四季咲き山帽子について改めてその特徴の違いをお伝えしたいと思います。というのも、去年から一気に取り扱いの数が増えたのがこの山帽子の新しい品種ですよね。その数なんと11種類あります。そしてその品種の中でも普通に年に1回花の咲く一季咲きのものと年に花が2回つける二季咲きのものがありまして、でその二季咲きのものの中にも常緑と落葉に分かれているというような形になっております。なのでこれから本当にお庭作りを始める方、特に植木の名前をこれからね頑張って覚えていくぞというような方にとっては、やっと青ダモ、青肌、ジュンベリー、そして山帽子と覚えたのに、なんで山帽子だけアップライトピンクガクとか、アトラスピンクガクとか一体何ですかと、そしてブルーミングテトラ系とは一体何者でしょうかと、というようなもう地獄のような複雑さになっております。なので、この山帽子の品種については一度動画でまとめたんですが、種類が多すぎたためにそれぞれをねざっと紹介するような内容になっております。特に言葉でまとめてしまうと、紅葉が綺麗ですよというふうに言ったとしても、他の品種と比べてどのように紅葉が綺麗なのか、その違いですとか、樹形がまとまりがいいですよと言っても他のものと比べてどうまとまりがいいのかが伝わらないまま、かなりの混乱を招いている部分も多くあります。はい、ということで今回はあまりにも種類が多すぎるこの山帽子の品種ものについて、今回は落葉四季咲き山帽子の定番になっているものにフォーカスをして、それぞれを分かりやすくご説明していきたいと思います。今回お伝えする品種改良された山帽子は庭木にとってとても優れた部分を多く持っていますので、ぜひその違いを理解していただければ必ずお庭作りにも役に立てていただけると思います。そして今回5種類ご紹介していきますが、ぜひ最後に皆さんの中で一番どれが一番良かったかというのを決めていただきたいと思います。はい、ということでそれでは早速参りましょう。はい、それでは3つの落葉の四季咲き山帽子、比べていきたいと思います。でそもそもこの四季咲き山帽子は、常緑3種そして落葉5種、これまでご紹介しております。でその中の今回は落葉の5種なんですけども、まあその名前の複雑さもさることながら、その特徴もね混乱しがちだと思います。はい、ということで今回こそはですね、ぜひその違い覚えていただきたいなというふうに思っております。というのもですね、この落葉の四季咲き山帽子、お客様からも、どれを選んだらいいですかというお問い合わせ大変多くなっております。本当ね、分かりづらくて、申し訳ございません。もっと分かりやすい品種作りを心がけるよう、生産者さんにはね今度会った時に、なるべく言っておきます。はい、ということで樹形カラーなんですけども、今回はこのように並べてみました。でこれ1個注意点があって、これは同じ年数でここまで大きさの違いが出るということではなくて、今回はねちょっと、並べられる範囲で、別のものを並べておりますので、この大きさの違いは成長の違いではないということだけはご了承ください。でまずねこう見るとだいぶ樹形違うなというのがお分かりいただけると思います。じゃあ詳しくちょっと見ていきましょう。はい、でこちらがですね、こちらがアップライトピンクガク、現在2メーターぐらいのものですね。はい、こちらがアップライトピンクガクです。でこのようにですね、アップライトピンクガク、このように他の、ものと比べて特徴的なのがですね、この、枝の角度ですね。何度ももうご紹介してるんですけども、この枝の角度が他の品種に比べて、上向きですよというのがこのアップライトピンクガクの樹形の特徴になります。はい、なので全体的な樹形のシルエットとしては横に枝が広がりにくいというメリットがあります。ということで、植えるのに、おすすめの場所というと、やっぱりね、枝が広がったら困る場所ですよね。であとはこのようにシルエットも細身で、葉っぱの形も、大変細いんですね。他と比べて細いので、スタイリッシュですということが言えます。はい、葉っぱがですね他の山帽子と比べて、お隣のこの山帽子とかと比べて広がりのぷっくりが少ないんですね。はい、割と、シュッとして小葉なのでとても、シャープな印象があります。
なのでこれをお庭に植えると大変ね、お庭をおしゃれなイメージにしてくれますよというのがこのアップライトピンク萼ですね。はい、で特に落葉樹は冬は落葉してこのままね、この後葉っぱが落ちるので樹形が分かりやすくなりますよね。そんな時に葉っぱが落ちた後の枝ぶりも綺麗だと、見ていてとてもいいですよね。はい、ということで、とにかくね、洋風でおしゃれな感じにしたい場合とか、あとは少し狭いところに植える場合はこのアップライトピンク萼が大変おすすめですよということです。で、あとは特徴として、花はですね、春と秋で赤い花が2回咲きます。で、秋の花は少しアンティークピンクで可愛らしい花ですね。はい、ということで、とにかくこのシルエットがシャープで、おしゃれなのがこのアップライトピンク萼ですということでした。はい、はい、ではね、お次はこちらお隣のアトラスピンク萼行ってみたいと思います。今これ 1.8 メーターぐらいあるんですけども、このアトラスピンク萼の特徴、皆さん言えますでしょうか。まだうちのスタッフも、微妙なんじゃないかなというふうにね、思ってますけども、はい、まあ、正直わからないですよね。なので、詳しくね、説明していきたいと思います。はい、でこのアトラスピンク萼ですけども、まず樹形の特徴ですよね。で樹形はですね、見ての通りなんですけども、割と整いやすいこの直立性の血が混ざっています。ただ直立すぎずですね、自然樹形の雰囲気も残ってますので、直立性と自然樹形のいいところを、持った形をしてますよというのが、樹形の大きなポイントですね。でそしてこのアトラスピンク萼なんですけども、実は多くの方に支持していただいている、特徴があります。でそれはですね、何かというと、他の山帽子と比べて成長のスピードが遅いというところなんですね。言ってしまえばこの枝の伸びが少し硬いんですね。柔らかくないと。で生産者曰くですね、山帽子特有の徒長枝が出にくく伸びが遅い、故に伸びすぎて困る場所においては管理がしやすいということでした。はい、なのでゆっくりね、じっくり成長していく分、植木を植えるのが初めての方でもね、大変管理はしやすいのかなというふうに思います。ちょっと難しいかもしれないんですが、この辺が少し伸びが硬そうな感じですよね。自然樹形な感じはあるんですけども、なかなか枝が伸びなそうな感じがしていて、とても、成長については、伸びすぎて困るっていうのがなかなかね、ないのかなというふうに思います。でこのアトラスピンク萼なんですけども、最終樹高は、だいたい4メーターぐらいあるので、将来的に、シンボルツリーにすることが可能です。ですがこのスピードが速くないというのがとにかくね、安心できますよね。でそしてこのアトラスピンク萼なんですけども、四季咲きで春と秋に花をつけます。でとても珍しいのが、春ピンク色の花が咲いて秋には白い花が咲くということですね。そんな植木ありますかっていう感じなんですけども、このようにね、あるから、驚きですよね。はい、なのでピンクの花と白の花どっち選んだらいいか迷ってしまうと。ピンクの花も白の花も楽しみたい。でできればね、成長は遅い方がいい。そんな欲張りさんのためのね、特徴を持っているのがこのアトラスピンク萼ではないでしょうか。そう聞くと覚えやすいかもしれません。はい、ということで、そんなアトラスピンク萼ご紹介しました。はい、でそのお隣ですね、こちらがブルーミングホワイトテトラですね。ブルーミングホワイトテトラと呼ばれる品種になります。でこのブルーミングなんとかテトラと呼ばれる、通称ブルーミングテトラ系の一つですね。はい、でこの繰り返しになりますけども、今現在これ 2.5 メーターぐらいありますが、同じ年月でこれだけ成長の違いが出るよというわけではありませんので、その点はね、ご注意ください。さあそしてですね、このブルーミングホワイトテトラの樹形の特徴いきたいと思います。他の、四季咲き落葉山帽子と比べてどうでしょうか、こういう枝ぶりの違い。ブルーミングホワイトテトラは、樹形は両径なんですけども、枝先がちょっと垂れるようなしなやかに広がる形をしてますよね。他の樹形と比べると程よい枝の広がりを感じていただけると思います。特にね、サイズが大きいのでそれが一層強調されていますよね。とても樹形として柔らかくて綺麗だなというふうに思います。はい、でそしてですね、今、ちょっと葉っぱ少ないんですけども、葉っぱも、大きめで山帽子らしい可愛らしい形してますね。でこの辺はですね、大変西日に強いので、この枝の広がりと葉っぱの大きさを利用して、木陰を作ったりとか、強い西日を
遮りたい時とかはねとてもいいと思います。そしてこのブルーミングホワイトテトラの特徴なんですが、まず白い花が春と秋の2回楽しめますよということですね。花も比較的大きめな、花大輪になります。でもう一つ特徴的なのが、紅葉がとても美しいということですね。この紅葉が美しいということなんですけども、その大きな理由としてはこのブルーミングホワイトテトラはもう知ってる方も多いと思いますけども、あの常緑山帽子と交雑されて作られているということがあります。常緑山帽子も、常緑樹でありながら冬には紅葉するんですが、この常緑と掛け合わされることで、落葉樹よりも葉っぱにツヤがあって、でさらに落葉の色鮮やかな色合いを兼ね備える紅葉が生まれるということですね。もうすごい品種ですよね。それを聞いただけですごいなというふうに思います。はい。でそしてそれがどんな紅葉なのか、さらにね気になりますよね。で実際にうちの圃場で、今年のですね紅葉のピーク中のピークに撮影した動画があります。はい。それがこれです。いかがでしょうか。とても綺麗ですよね。これがブルーミングホワイトテトラの紅葉なんですね。で今現在目の前にあってご紹介しているものは、掘り上げた後ネットをかぶせていたのでまだね半端な紅葉なんですけども、実際に植え付けしていただいて寒さに当たると先ほどのような真っ赤な紅葉になりますということなんですね。はい。ということなんですけども、実はですねこのブルーミングホワイトテトラ以外の、こちらですねアトラスピンクガクと、アップライトピンクガクも実はですね常緑山帽子と交雑させて作られた落葉の山帽子なんですね。ということは必然的にアトラスピンクガクやこのアップライトピンクガクも紅葉が美しいということになりますよね。ということで、ここからはですね確かにその通り紅葉は美しいんですけども、その紅葉の比較を別撮りした動画、先ほどの紅葉のピーク中のピークからですね2日ほど遅れて別撮りした動画ありますので、ぜひねそちらをちょっとご覧いただきたいと思います。はい。それでは今回入荷した、四季咲き落葉の四季咲き山帽子それぞれの違いですね比べていきたいと思うんですけど、まずはこの紅葉をちょっとね見ていきたいと思います。で何度かですねこの四季咲き山帽子の紅葉をお伝えしてるんですけども、今まさにピークというような感じになっております。いかがでしょうか。これブルーミングテトラ系の紅葉なんですけども、今ね本当にピークですね。いかがでしょうか。とても綺麗ですよね。すごい綺麗だなと思います。時期的にはもう落葉樹はですねほとんど紅葉を終えて落葉してる時期なんですけども、まだね非常に葉っぱの持ちも良くて紅葉もかなり綺麗な状態で維持されております。こういう感じですね。ブルーミングテトラ系全部が同じようにね綺麗に紅葉してます。はい。日の当たる方から見てもこういう感じですね。だいぶ鮮やかな赤で葉っぱも大きいので、このようにもうインパクトがありますね。なかなかこれぐらいの紅葉を見ることないなと思いますけど、はい、これが、まずはブルーミングテトラ系の紅葉です。でこちらがですね、アップライトピンクガクの紅葉ですね。でこれもですね、負けずに綺麗だなというふうに思います。日の当たる方から見るとこういうような紅葉なんですね。これもだいぶ綺麗ですよね。で実はこの列の隣、こちらですね、こちらがブルーミングテトラ系なんですね。はい。でこう見ると大差ないのかなというふうにもう感じますよね。はい。こちらも、ブルーミング、これはピンクテトラの方ですね。はい。先ほどのがホワイトテトラなんですけども、これがブルーミングピンクテトラの紅葉です。で片やですね、片やこっちの列からは、アップライトピンクガクの紅葉なので、赤の鮮やかさとかはそんなに変わらないかもしれないですね。はい。こういう感じですね。ただ、ブルーミングテトラ系の方が葉っぱが大きいので、紅葉の鮮やかさのインパクトはとても強いです。で、まあ、気持ちなんですけども鮮やかさも少し、ブルーミングテトラ系の方が鮮やかさあるのかなというような印象はありますね。はい、はい。では次にこちらがですね、アトラスピンクガクの紅葉ですね。アトラスピンクガクは若干、ワインレッドというか深い赤になっています。
で多少ですね、これまでの2つが鮮やかさが入るんですけども、アトラスピンクガクはこのように、少し紫がかった紅葉が、楽しめます。深いですね、色がとても深いなというふうに感じます。はい、ということでこの辺はアトラスピンクガクの紅葉ですね。少しやっぱり違いますね。まあ当然ですけども、どれも同じように綺麗に赤く染まっていて、でまあ本当こういった紅葉を家のお庭で楽しめたらとても贅沢かなというふうに思います。はいはい、他の植物と比べてもだいぶ綺麗な方だと思います。はい、いかがでしょうか。こういう感じですね。はい、それではですね、最後に、ブルーミングテトラ系、3種あるとお伝えしたんですけども、その比較をですね、樹形と紅葉と花というポイントから、お伝えしたいと思います。でまずですね、樹形の違い並べるとこういう感じですね。でこれもですね、同様に、今この大きさの違いあると思うんですけども、これは、成長の速さの違いではないということは、ご了承いただければと思います。同じ年月経った木がこれだけ成長の違いが出ますよということではありませんので、あくまでも今ここをやって今並べて比べられる規格を、並べているだけということですね。はいはい、でまずですね、この一番左の、ブルーミングホワイトテトラ、樹形はこういった感じですね。先ほどもご紹介したものと同じものになります。そしてですね、一番右のこのブルーミングメリーテトラも同じようにね、優しい枝ぶりですよね。大変この2つは似ているような枝ぶりだと思います。こういう感じですね。はい、でそしてこの真ん中のブルーミングピンクテトラなんですけども、こちらはですね、優しい枝ぶりというよりは少し上向きになっていると思います。このピンクテトラだけは他のと比べて、直立性が強い枝ぶりですよね。はい、この左右の、ブルーミングホワイトテトラとメリーテトラの枝ぶり、枝先が優しく垂れるような枝ぶりと比べて、真ん中のピンクテトラは上向きの直立性に近い樹形していると思います。はい、でそして次に紅葉の違いですね。先ほどのブルーミングホワイトテトラは、動画でご紹介した通りですね。で、ピンクテトラはですね、少しこの花が赤い分ですね、赤い色素が強いということなのか、ちょっと濃いですね、あのワインレッドのような色合いになります。今現在もこういう感じですね。はい、このように、非常にね、赤が濃い色してます。で先ほどの紅葉の比較動画でいうと、アップライトピンクガクの色にとても似ていたのがこの、ブルーミングピンクテトラの紅葉ですね。ホワイトテトラと比べて、あの鮮やかさは減りますけども、色味の濃さが足された感じがします。はい、今この段階で裏表のこの紅葉のコントラスト、とても綺麗ですね。もう年末のクリスマス前なんですけども、まだこれだけ紅葉した葉っぱが残ってるというのもとても葉持ちがいいですよね。長い期間紅葉を楽しめるということだと思います。さあそしてですね、このメリーテトラなんですけども、メリーテトラも比較的、鮮やかな感じはするんですが、ちょっと紅葉にオレンジがかるような印象があります。これも環境にはよると思うんですけども、ブルーミングテトラ系の中でも、ホワイトテトラが鮮やかな紅葉で、ピンクテトラが濃いめの紅葉、そしてこのメリーテトラはオレンジっぽい紅葉になりやすいということですね。はい、そして最後にそれぞれの花についてです。でこれもおさらいなんですけども、はい、でこちらの、ホワイトテトラは大輪の白花の2期咲きですね。でそしてこのピンクテトラはピンクの2期咲きになります。はい、で、最後にね、こちらのメリーテトラなんですけども、このメリーテトラは、春と秋で違う形の花が咲く珍しい品種でしたよね。春に小さい尖った形の花、そして秋には少し膨らんだ形の大きい花をつけます。この秋に咲く花は、組成開花というふうに呼ばれるんですけども、組成開花は普通春に比べて色が薄くなったり花がね、小さくなることが道理の上では普通なんですけども、このメリーテトラは春と秋で花の形が違って、さらには秋の花が大きいということで、生産者からして植物として異様と言わしめた大変珍しい品種ですよということでしたよね。はい、でそんな様子から、日本語で陽気という意味のメリーという名前がついております。はい、いかがでしょうか。大変楽しそうなイメージの品種ということが伝わってきますよね。
はい、ということで、名前はね大変同じようなんですけども、実はそれぞれが特徴的な品種であるこのブルーミング系の3種についてご紹介しました。同じブルーミング系でもこうやって並べていろいろと違いを比べてみると、それぞれが、違ったね、特徴を持ってるんだなということがお分かりいただけましたでしょうか。さあいかがだったでしょうか。今回は、落葉の四季咲山帽子の5種類について詳しくご紹介しました。今回ご紹介した5種類の中で皆さんの一番は何だったでしょうか。どれも素敵でコーツつけがたかったですよね。同じ紅葉の美しいブルーミングテトラ系の中でも微妙に紅葉のね違いがあったりとか、あとは樹形が綺麗と言っても樹形の美しさにもいろんな形があるんだなというところもお伝えできたかと思います。ぜひこれからの植木選びの参考にしていただければと思います。またもしよろしければどれがね一番良かったよというのをねコメント欄で教えてください。はい、ということでこれからも皆さんのお庭が素敵になるにコミットした動画をやっていきます。なのでぜひチャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとは、グッドボタン、そしてコメントにてご質問やリクエストもお待ちしております。そして、概要欄にてですね、皆さんのお庭の写真もお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。これからも皆さんに勉強させていただきながらより良い動画をお伝えしていきたいと思います。なのでぜひよろしくお願いします。はい、ということで、皆さんのお庭が素敵になりますように。ではまた。